こんにちは、風次郎です。山のお散歩中です。今日も散歩中の方が山に話しかけてくれました。申し訳ないことに、さんはその方にうなり声を出しました。人になれるのも時間がかかりそうだね、さんは。さんはあれからよく寝てました。緊張して疲れたのかな？今日もありがとうございました。それではまた。